ロレスの関本と桜がヒートアップ初参戦、団体対抗戦であります。さあこの関本がヒートアップのリングに来ると予想はできなかったぞ。さあ本日の第4試合タッグマッチ45分の一本勝負、まずは先発はヒートアップ渡辺博史と大日本プロレス佐久田俊幸。さあこの佐久田はコスチュームから分かるようにそのハーフジーンズ、ストロングだけではなくハードコアの戦い、蛍光灯で殴り合う蛍光灯デスマッチも得意としている。さあ何やらデンジャラスな男がこの渡辺に対して、さあしかし熟練の技で倒していく渡辺博史。さあこのヒートアップで一番プロレスキャリアがあるのがこの田村和弘でもなく渡辺博史であります。さあその熟練のテクニックへ、鍛え抜かれた肉体、対大日本プロレスの秘密兵器となるでしょう。さあしかしヘッドロックは策だ。さあこの策だ、そしてデンジャラスなデスマッチ作法、そして飛び技もできます。ある意味走行手三拍子揃っている、そんなタイプのレスラーである佐久田が、さあかつては総合格闘技でも鳴らした佐久田がファイヤーマンズキャリー飛行機投げ、さあ腕の取り合いからあとはダメだ、側転だ、そしてうまく着地、羽を切る。さあ少し佐久田が今度は前方回転、いやいや、どうしてこのヒートアップ対大日本プロレス、早くも熱くなっているところで、さあ大日本の関本大輔がこのヒートアップのリングに入ってきた。いや、この肉体まさに恐竜であります。戦うジェラシックパワー関本大輔。さあしかし一方のヒートアップ金平大輔はここから一瞬テーマ曲も変わりました。そして昨年の轟アリーナ大会で全日本プロレスでヘビーの壁を感じた、そして現在増量中、ウェルトも97キロまで上げてきて、この今年新春一発目の試合となっております。さあまさにその壁としてはふさわしい関本大輔とのある意味大輔対決。さあこの関本大輔、現在は BJW 認定世界ストロングヘビー級王者、まさに世界の関本。さあその肉体、このリングが壊れてしまうのではないかという恐れもあります。関本の一挙手一投足、さあその関本に対してヘッドロックは金平、ショルダータックルはそうは簡単には倒れないぞ関本大輔。さあ壁は二の勝ち、これが来た。何やらリング上ダンプカーが衝突したかのような交通事故です。交通事故が起きた。そして関本エルボーかわした。さあ関本の技を受け続けてはいけない。さあ金平が倒した。ヘビーの壁を越えろ金平大輔。さあ文字通りヒートアップしてまいりました。さあ大日本プロレス勢を迎撃したい金平渡辺。
さあ、そして渡辺宏とこの関本というぶつかり合いもなかなか見どころになります。さあ、関本のパワーなら渡辺には熟練のテクニックセット技があります。関本は軽くキックで倒していく。5分経過。さあ、5分を経過して今度は若い桜が入ってきた。さあ、この全国プロレス勢年間150試合全国各地で戦っている。さあ、まさに百戦錬磨の選手たちと言っていいでしょう。お前たちとは修羅場の数が違うんだと言わんとばかり堂々の戦いぶり。さあ、しかし一方のヒートアップも昨年は10月31日ヒートアップ轟アリーナ大会、1400名を超えるお客様を動員、大成功に無謀を希望に変えた。しかし、まさにリング上は再び無謀が襲いかかってくる。この関本のチョップ、苦しい。さあ、クイックタッチで桜。さあ、その時から桜が抑え込み爆発。さあ、パンチで返す渡辺、チョップは桜。さあ、足を買って、お父さん、ゲーム足首を固めていく桜。さあ、この桜、まだまだ若い選手でありますが、そのテクニックも渡辺宏に引き落とされ、折り紙付き。さあ、下から蹴り上げていく渡辺。渡辺さん、行かせてください。よっしゃ、オッケーオッケー。さあ、ちょっと渡辺が捕まってきた。渡辺、足を乗せて、この関本の丸太のような太ももでの4の字を苦しい。さあ、渡辺苦しいぞ。なんとか、さあ、体を返せば渡辺が決めさせない。ブレイクして、しかし、まだ大日本プロレス勢のチャンスが続いている。さあ、ここで入ってくる。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。さあ、渡辺宏、よっしゃ。わっと、桜のスピア、ドロップキック、上から下、桜の周期、赤字。さあ、今度はヘッドバット。さあ、シャルダースルーで返していく。
さあここで田中、さあ巻き返せ、ヒートアップ陣営、さあ今年はそのパンダ、さあ田中さんとアウト橋を勝つドラゴンスクリュー足をひねった。さあそしてサクダに前に落とすブレインバスターからドロップキックジョブ。さあいいぞいいぞ金平、立ち上げるも10分経過10分経過、そして今度はブレインバスターからそのまま飛んだ後ろに成長式のボールの体勢を到達。さあチャンスチャンスピンタップチャンスだ。さあ助走つけてあっと膝蹴り迎撃、サクダのこの金平初対決ですがよく研究しております。あとローリングしてかわす、さあサクダがさあストマックのあたりに質問ないからミサイルキック、このサクダの5次元殺法。そして関本が来るぞ、さあしかし渡辺が来た、さあいけクリップスロープ軽々と関本大輔、さあ今度はサイドからサイドスープレックス、カメラを大輔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 。さあそしてこのその筋肉を躍動させて逆へ目が止まる、しかしこの辺りは勝手に入ります。さあちょっと金平危ない、さあ桜は頭を分断します。さあ大日本プロレスの DJW の連携が繰り出されるのか、おっと桜がさあ元のセカンドボールから熱海アンプレス関本が来た、これはなんとかカットに入ります。さあちょっと金平ピンチだが、まずは渡辺の料理しようという構えか。さあ大日本陣営、おっとさあ桜を使う関本が、さあ場外に落としてお気をつけください。さあ関本が来た、とりあえず倒したぞ金平が、さあ前方から腕上司腕上司腕当たった、あーっとこれは力のある関本だが腕を切りたい、クラッチを切りたい、あと関本はさあ三角締めを上げていく、何だこのパワー、ライガーボム、ホールド体勢カウンターツー、何なんだこのパワー、関本大輔まさに戦うシンゴジラ。さあ関本のパワーがさあ躍動していく、さあアトミックドロップ、さあそして今度はアルゼンチン、アルゼンチンバックブリーカー危ない、アルゼンチン危ないぞ、セボデオリセボデオリ、16分26秒関本大輔選手の勝ち。最後は関本がアルゼンチンバックブリーカーで金平たどり決まるを奪ってまいりました。本日の第4試合は関本大輔、佐久間俊之の勝利です。見事勝利いたしました。関本大輔、佐久間俊之君には